俺は同級生に三井という名前を呼ばれたことは一度もなかった。多分それまでずっと。もう一度名前を呼ばれたい。俺はずっと待ってた。彼女のベッドの下で。俺が嫌か！もっと彼女の近くにいたい。ずっと隣にいたい。離してください。たとえ彼女に触れられなくても。